こんにちは。6時ですよ。ね、何日ぶりだべね。バゲマンマンの時間です。ね。ね、あの、アメノ君のおかげでさ、パソコンも復活の。というわけで今日、バゲマンマン。うん。それ、あんかけかと焼きそばでも作るかなと思ってます。ね。これはね、それどうせればね、俺は一人で食うんだけど、お客さんさ出す時みたく美味しく作ろうと思います。やっぱりあんかけ焼きそばには白菜だべね。わ、やっぱりちっちゃい包丁使いにくいな。できるのにそれな。サイド。これ残ってる野菜使うかな。ナス。人参。これに、あの、戻したあの、きくらげ。でさ、豚肉粉は入れないな。豚肉粉。これ、豚肉粉。赤く解凍するかな。ピーマンね、赤ピーマン。よし、野菜は焦げなもんですな。ではね、これ片焼きそばね。これ付属のソースね。片焼きそばをのせておきますね。あね、これも解凍したいがね、やっぱりね、あんかけ焼きそばにはいかないね。うん、あね、あね、野菜ね、これにね、私の大好きなキクラゲね。味付け塩コショウね。島屋の中華だしね。ファンブラック入れるか。これにね、
オイスターソース少しね。溜まってきましたよ。ただね、これ付属のね、ソースね。まかみ入れますね。入ってきましたよ。かけますね。今日はね、味噌汁がないので、最初からおじゃっこを用意しておきますね。よし、では食べますかね。まず食事前のお祈りですね。今日も美味しいバゲマンマを食べれるのはパソコン先生雨野くんのおかげです。いただきます。このね、かけてから少しこう浸しといてさ、この緩くなったのが美味しいね。うん、これもパンゲまんまこうやってちゃんと食べるのは伊豆だ。パソコン壊れからやってたんで、金土日月火水あ結構修理動画でも、あのパソコン修理してきた動画でもとコメントしたんだけど、このなんとかさ、自分なりにパソコンさ、温度は上がってるんだべなってのは分かってたんだけど、セバッと押せばいいんだってことになると、やっぱわかんねえんだよね、素人なんで。ちょっと自分でこう開けてみたりしてさ、お覗いてれば、はあ、ほこり溜まってねえなとか言ったんだけど、あの前ほらパソコンくれた岡本くん、もうすぐ DM 汚してさ、大丈夫ですかパソコンってね、あのやっぱりね、してどうしようもねえで、雨の草メールしたっきゃすぐ来てさ、そばっこさ、こう野菜をさ、こう揚げてさ、ひたひたにしてば美味しい。で、
すぐね、光沢だっていっぱいね、大したもんだ。世の中は本当に大したもんばせの人に生まれさえで、私でありがたい。もう、ほらだら、パソコンも買い替えねば、動画出せねえかなと思ってんだけど。お店来たお客さんにはこの YouTube 出すのきっかけ何なんですって聞かれるんだけど、7年か8年前かの今のはパソコン先生雨野くんがさ、なんかその頃雨野くんもピアノ子だが習いに行って、のピアノでさ、アトムって面白い店選んで行ってみればってしてさ、彼もなかなか人懐っこい人だとこで、すぐ、店見て、ライブ頼むやってたし、ましたこういう、YouTube なんてまだ知らない時代だ。その頃も、当時で、アメノクはもう、YouTube 始めてて2万近い登録者ってんだよね。で、パソコン先生だからね、とんじすぐ俺のうち先ってさ、俺のパソコンさんみんな YouTube 設定してくれて、で編集ソフトもみんな入れてくれて、でましたこうやってこうやって最初のミニカシリーズの時とかね、ああいう時みんなこう作り方を教えてもらったりしてさ、雨野くんがこういう YouTube やればいいよってのは、お店のライブなのやってるはんで宣伝できるよってね、こういうのライブでもアップすればいいんでねがって、俺もそっかって言えば、青森さんもこういうライブハウスあるんだよっていうことで始めたのさ。青森県内だけでも知れればいいなと思ったきゃ、いつの間にか全国区になって、南は沖縄ね、北海道は旭川ね、全国からお客さん来てくれなきゃ、店を宣伝するっていう意味ではね、すごく効果あった。ただ当時さ、 YouTube でも著作権うるさくて、ライブ動画あげれば例えばコピーバンドとかはさ、全部著作権さ引っかかるの。それ引っかかったのを知らねえんで、俺はずっとアップしてたきゃ一回バンされたことあんないね。ライブの動画ね、全部バンされた。それでもその時 YouTube がしつこくね、質問したりなで送ったきゃ回復してきたんだけど、今は著作権の方も緩くなって、単純でもこのTG のサイトの方にライブカフェはアトムっていうサイトも作ってるんだ。そこさ全部動画アップ、ライブ動画アップするようにした。なんでいろんな素人の演奏もあるし、プロの人の演奏はその人が承諾得ないとさアップできないんでさ、素人でも結構みんな上手い連中やってるんで、というライブ、今度のちょっとずつ今岡本くんっていう人を送ってくれたパソコンで、
とりあえずライブだけでも今配信しようと思ってね。まだね、ほとんどライブもないので、まだ、うん、あれだけど、なんでそういうサイト作る前は、まあ、雨の草も明日こういうライブ動画良くないかもしれねえなってことで、せっかく作ったサイトなのにな、どうするかなと思ったら、雨の子がマスター車動画撮るべしとか、にゃんこの動画撮るべしとか、安全事故を俺は撮ってきた動画をさ、雨の子がこう編集したりして俺はさ教えながらさ、やったもんだ。で当時のってね、今の音楽でもないしね、いろんなことやってた。ケイズの間にが車動画がヒットしてさ、うん、それからまあ今だのまあ店も宣伝するっちゅうに動画撮って編集してアップしてて、その産業がほらやっぱり意外と少数あってんだべね。細けいことやったりするね。で楽しくてさ、なんで無事やってるわけでも、今雨野くんもほらと漁師やってる、雨野くんね。今という子だったの、船でも来てきた時、タイとはね、上の船こさ乗って漁師だった。冬になればほとんど漁ないはんで、除雪やってるんだぞ、去年が。まあ、去年したんで、今回の時ちょっと撮ったんだぞ、雨野くん。まあそういうことに関しては彼も器用だはんでね、うん、まあ、とにかくパソコンよかった。パソコンおかしくなって編集もしづらくて、でもさ動画はいっぱい撮ってたの、料理動画とかさ。なんで当分今後の動画、喋ってる日にちとアップした日にちとか結構ずれてることあると思って、せっかく撮った動画があったんで、バンバンねアップしていかにね、うん、この間も空手の検定さんも行ってきたしさ、うん、あの桜おばあちゃんののにゃんこ経過もみんな撮ったりさしてたのだね。この間は無理一時的に一晩ドッと結構積もったけど、うん、まず天気痛で溶けてきて、でも寒い、日中10度前後になるんだけど、夜中とか朝方は0度とかね。え、こういう今の時期ってみんな寒いやんで、出ない外さ。
れだ、もうあれ市役所から生活困窮者の課題でね来て、いろんな申請毎月6万円3ヶ月くれるからね、申請した来てけたんだけど、書類揃えて全部出したんだけど不備があるはねて市役所行ったから、もらえる条件がさ、週2回食安祭行くと、で必ず週1回食安で探した会社、見つけた会社に面接に行くと、でハンコもらってくれないの。いや俺は店辞める気ねえし、なんぼかお客さん出てきたはんで、もう店辞めて仕事探す気はねえったの。うん、やっぱそれなら出ません、金出ません、残念ですね。でもまた店暇だはんで、それは補充するために昼間パートさ行くっていうふうにしてくれれば、申請通りますから、申請つったもんだ、できるだけ申請通るようにしてくれるんだの。うん、ありがて、早く河川での、市民税とかちゃんと払ねばの。うん、でも結局調べたやつでその会社さん面接に行くけど、6万円もらうためにどっちにしても断るわけだじゃない。まあ面接の会社が、あ、じゃあ採用しますっての、こっちから村の店やってるはね、いやできません、あくまでその6万円の新もらうために面接に行くだけのことになるっきゃ。せばさ、本気で採用しようと思ってた会社とかさは失礼だっけね、なんかね、そういうのもどんだもんかさなぁと思ってさ、だからね、多分今回の生活困窮者支援金はもらえないと思う。だからね、もう給付金はゼロ、12月からは自力でなんとかさねばならない。なんでライブは12月ないが、イベントは入ってるけど、でもさ、会社の行ってる人も表立って忘年会できねえけど、みんな仲間内でね忘年会やるって予約入れで聞いてるはんで、なんとかそれで頑張ってみたいな。うん、ごちそうさまでした。まあ、とにかくパソコン直って終わったね。うん、普段あるのが当たり前で使ってたものがさ、なくなると本当に困ったもん、困るもんだな。あね、動画のコメントさんもさ、今まで一生懸命頑張ってくれたパソコンに感謝ですねってコメントしてきだして、よくコメントしてきだしているんだけど、その通りだよな。これからさ、パソコンさ、スイッチ入れるときに、今日もよろしくお願いします。スイッチ切るときも、今日ありがとうございました。パソコンさ、ちゃんと感謝しながら使おうと思って。ね。また一つ、大人になったじゃ。千葉マンズ。